今月23日に吉祥寺に新たな駅ビルがオープンするのを前に、京王井の頭線の車両を使ったユニークな PR イベントが行われました。こちらの京王井の頭線、今日はその車両内でファッションショーが行われるということなんです。切り替えのスカーフは春夏らしい清涼感たっぷりのカラーリングがおすすめ。今月吉祥寺にオープンするキラリな京王吉祥寺の PR イベントとして開かれたファッションショー。キラリな京王吉祥寺は京王井の頭線吉祥寺駅直結の商業施設です。主に30代の女性をターゲットとし、ファッションや雑貨などおよそ100店舗が入る予定です。今回のショーではモデルがレッドカーペットの上を歩き、最新のトレンドファッションを披露。またモデルの道端カレンさんも登場し、イベントを盛り上げていました。吉祥寺初出店の店舗も数多く入っているキラリな京王吉祥寺は今月23日にオープンします。